街の背後にブドウ畑が広がる、ケルネン・イム・レムスタールは、ドイツ・ビュルテンベルク州、レムスムル郡に属す、町村である。この町は、シュトットガルト地方及び、シュトットガルト大都市圏に属す。ケルネンは、レムスタールの生誕、レムス川南岸に位置している。ケルネンは、フェルバッハ、バイブリンゲン、バインシュタト、エスリンゲン・アムネッカー、アイヒワルト、及び、 シュトットガルトと境を接している。州都シュトットガルトとは約1 6トルの距離にある。かつて独立した町村であったロンメルソハウゼンとシュテッテン・イムレムスタールがケルネン・イムレムスタールの地区を形成している。両地区にはそれぞれいくつかの集落や住宅地が含まれる。シュテッテン地区のパノラマ出典、スタタスティシャス・ランディゼムット・バーデン・ベルタンベク・ケルネン・イムレムスタールは バーデンビュルテンベルク州の地域再編に伴って、1975年9月20日に、それまで独立した町村であったロンメルスハウゼンと、シュテッテン・イムレムスタールが合併して成立した。両町村の合併後、町の名前は、それぞれの名前を取って、シュテッテン・ロンメルスハウゼンとされた。1977年1月1日、コンテストの結果により、 ケルネン・イムレム・スタールという名称が採用された。これは高さ513メートルのこの町の故郷の山にちなんだ名前である。ただし、この山自体はフェルバッハの市域内にある。地区の公式な名称は町名を先に書き、ハイフンで地区名をつなげて表記する。ビラルスティカート・アンドレアス・キーザーの1685年の森林登録簿に描かれたロンメルスハウゼン。 ロンメルスハウゼン地域の最も古い入植の痕跡は、ローマ時代のものである。1971年に、W.D. フォールスターと M.A. ベンツインが、ローマ時代の別荘付き農場跡を発掘した。農場全体の面積は、約 70R であった。主観は約、約2113メートルの広さがあった。出土した家平から、 100年から235年までの時代のものであると推論された。650年から750年の間にアレマン人の最初の集落が形成された。いくつかのアレマン人の墓がその証拠である。この最初の入植者がロンメルスハウゼンという名称をつけた可能性がある。入植地はおそらく入植の指導者の名前にちなんで命名された。この地の指導者は ルーモルドと呼ばれていた可能性がある。ただしその証拠は存在しない。ルーモルディシュソンという名称による最初の文献記録は1146年になされた。ローマドイツ王コンラート賛成によってオーバーツェル修道院が所領を獲得したことを証明する起信上に証人としてワーツインでルーモルディシュソンの名が記されている。ワーツインでルーモルディシュソンが何者であるかは分かっていない。 その他の証人として、ビュルテンベルククルートビヒトその側近である、プロヒンゲン領主が名を連ねていることから、ワーツインデルーモルディシュソンも、クの側近であり、高い地位を占めていたと推測される。集落名の表記は、ラマルツハウゼン、ルメルシュソン、ラマルツハウゼンと変遷した。1686年に初めて、ラマルシャゼンという記載が文書に現れる。ロンメルソハウゼンは、 1293年から1300年までテック港の支配地域に属していた。ロンメルスハウゼン地域は1300年にビュルテンベルク博に売却された。アンドレアス・キーザーの1685年の森林登録簿に描かれた主徹典1820年頃の主鉄典城から眺めた主鉄典集落現在の主鉄典地域では中石器時代にはすでに定住が行われていた。 この時代に加工された矢尻や溝が発掘されている。また、新石器時代の陶器製容器、槍の穂先、矢尻、のみ、小刀、石符、家屋跡、火を焚いた跡が発掘された。1973年秋に、主鉄店のフィンケンベークで、アレマン人の墓が発見された。二千十八年、農作業中に、おそらく二百二十年から二百四十年に、 建設されたと推定される古い水場が発見された。この遺構は、したがって、シュテッテンの最初の記録よりも古いものである。シュテッテンは1241年に初めて文献に記録された。1241年2月2日に、ビュルテンベルククウルリヒとエイバーハルトが農場をハイリゲンクロイツタール修道院に売却した。その証人として、 エヴァー・ハーデス・ダ・パファー・デス・テトンの名が記されている。トルーシェイスは、ビュルテンベルク博に使える家人であった。彼らは、最初の自重長の役割を担っていた。重要な決定を行う際には常に、トルフゼス・フォン・シュテッテン家の当主が、ビュルテンベルク博及び、校の華麗として参画した。シュテッテン家は、テック校の地域から発した。このため紋章に、 テックのひし形図形を紋章に用いている。この村は歴史の中で何度も売却を繰り返された。1300年頃、谷の高台にイーブルク城が建設された。この城は、はじめはアイベンベルク城という名称であったが、やがてイーベルクを経由してイーブルクと呼ばれるようになった。ここにはイーベルク家が住んでいた。この城は1442年に無人となった。 最後の E ブルク領主の死後 E ブルク城はビュルテンベルク家の所有となった。1490年にトルフゼス・フォン・シュテッテン騎士家が E ブルク城をビュルテンベルク博エーバーハルトから購入した。シュテッテン家断絶後 E ブルク城はボットバールタールのリヒテンベルク城主であるディートリヒフォン・バイラーに売却された。この城は1760年1761年に カール・オイ・原稿の命令によって構造を支える壁に至るまで破壊された。1384年から1387年にシュテッテナー城が建設された。1413年の文書によればシュテッテンにはボイテルスバッハの教会の支部教会があった。現在もトーテンフルトと呼ばれる通りは現在の旧テレビ中継局の横を通っていた。そこには後に 公主代が設けられた。この公主代は使われなかったかもしれない。シュテッテンは1482年になって初めて独立した教会区となった。これはコンスタンツ司教によって昇格されたものであった。ハンスイセイ、本シュテッテンは有名な祭壇を制作した。この祭壇はシュトゥットガルトのビュルテンベルク州立博物館で展示されている。 ビュルテンベルクの世襲将軍、コンラート・トゥンプフォン・ノイブルクは1507年に、シュテッテンを購入し、この村の貢献を掌握した。息子のハンス・コンラート・トゥンプフォン・ノイブルクは1530年頃に、宗教改革を奨励し、その後これを観行した。トゥンプフォン・ノイブルク家は1645年まで、シュテッテンを支配した。シュテッテンは1664年に、 ビュルテンベルク公エーバーハルト3世に売却された。ヘッセン紅クの娘で公費のマグダレーナジビュラフォン、ヘッセンダルムシュタットは、シュテッテンの村と上官を結婚の贈り物として獲得した。夫のビュルテンベルク公ルートビヒが亡くなると、彼女はシュテッテンを居所とした。彼女は毎年3月から10月までシュテッテンで過ごした。 彼女は、主テンの聖ファイツ教会を1698年に修復させた。1712年に、マグダレーナ・ジビュラが亡くなった後、エーバハルトルート美ヒ公の側室であった、メクレンブルク出身のビルヘルミーネ・グレーベニッツがその後継者として女領主になった。彼女はしばしば、主テンに訪れたため、上官は身分相応に拡張された。 この他に主テ,ッテンの牧師は教区監督となり、これにより、ビルヘルミーネ・グレーベニッツは、バイブリンゲンの教区監督から独立した。こうは1731年に彼女を国外追放にした。1733年に、公が亡くなると、その未亡人、ヨハンナ・エリーザベトが主テ,ッテンの女領主となった。彼女は1757年に死亡し、村の領主権は、 カール・オイ・ゲンのものとなった。彼はこの村をあまり好まず、主ンは彼が所有する私有地であるにもかかわらず、税が帝国騎士領に収められていることに気を悪くしていた。彼はこの他に徴兵権を有していた。1798年、エンダースバッハー通りとロンメルスハウザー通りとの間に十分の一税倉庫が建設された。ここでは、 19世紀半ばまで10分の1税あるいは金銭による納税業務が行われていた。この10分の1税はシュトゥットガルト三次会村の領主、シュトゥットガルト聖十字架修道院のものであった。10分の1税倉庫は1960年代に取り壊された。1803年に上官の省に健康、養護施設の歴史が始まった。1806年、 世俗化に伴い帝国騎士領は独立性を失い、主典点は、ビュルテンベルク王国に移管された後、オーバーアームとエスリンゲンの一部となった。このオーバーアームとは1807年に、オーバーアームとカンシュタットに移管された。1898年に、鉄道カンシュタットバッシャーアルフィンゲン線の主典典、駅が設けられた。そのための駅舎が建設された。第一次世界大戦には、 シュテッテンから366人が出兵した。このうち63人が死亡した。シュテッテンは1923年にオーバーアームとバイブリンゲンに、1938年にバイブリンゲン軍に所属した。第二次世界大戦、第二次世界大戦中、シュテッテンには重要な軍事目標はなかった。しかしこの町は1944年3月に、 爆撃目標とされた。これはおそらくパイロットの勘違いか、負荷を早く投下する必要が生じたことによる。ケーゲル、広場沿いの家屋が破壊、または損傷を受けた。人的被害はなかった。アメリカ軍が進軍してくる直前に、村のグループリーダーであったウィルヘルム・ヘイナーの指導により、装備品がパン焼き小屋で焼却された。1945年4月21日、 アメリカ軍の戦車がロンメルスハウゼンからヘルトビーゼンテーレを越えてやってきた。シュテテンは戦闘することなく降伏した。アメリカ軍は家々を回り、武器や貴重品を探索した。アメリカ軍の指示でアドルフ・ヒトラー通りの標識が取り外された。戦争の最後の週に牧師の妻ヒルデガルト・シュピートによって牧師館にかくまわれた。 ユダヤ人夫婦マックス・クラカウアーとイネス・クラカウアーが解放された。この行為に対して1979年に連邦航路を十字章が授与された。牧師館には2004年にこのことを記念するプレートが取り付けられた。アメリカ軍司令部は旅館、屋前の向かいに設けられた。司令部は8時から10時と15時から17時以外の時間を外出禁止にした。 ナチの町の指導者は逮捕された後、ビプリンゲンの刑務所で遺志した。第二次世界大戦には、540人の主テテン住民が出生した。このうち94人が死亡、53人が行方不明となった。主テテンの政府と教会宗教会改革後、両地区はプロテスタントの村であった。最後のカトリック司祭は、1535年に、 ロンメルスハウゼンを離れなければならなかった。存在していたカトリック教会は改修された。19世紀になってロンメルスハウゼンとシュテッテンに再びカトリック信者が住み始めた。1917年にはシュテッテンに50人、ロンメルスハウゼンに120人のカトリック信者が住んでいた。カトリック教会はシュテッテンでは1954年、 ロンメルスハウゼンでは1960年に建設された。プロテスタントとカトリックの他に、ケルネンには2つの新首都派教会、1つの統一メソジスト教会、2つのランデスキルヒリヒエ、ゲマインシャフトがある。ロンメルスハウゼン地区にあるケルネンの町役場ケルネン、イムレムスタールの町議会は、選挙で選出された22人の名誉職の議員と、 議長を務める町長で構成されている。ズンガラ、1977年1月3日に、レムスムール軍当局に旗とともに認可されたケルネンの、紋章は、近似に2列平行に菱形図形が描かれている。菱形の列は、向かって左下から右上に向かって、斜めに3つずつ配置されており、上の列は青、下の列は黒である。解説、紋章は、 ロンメルスハウゼンの紋章とし徹点の紋章から作られている。菱形はテックの菱形を表している。両地区はかつてともにテック区下の支配下に置かれていた。ロンメルスハウゼンのかつての紋章には、下部に黒地に黄色のテックの菱形が描かれていた。配色は旧ビュルテンベルクの色である。上部にはロンメルスハウゼンの頭文字 R が記されていた。 このロンメルスハウゼンの紋章は1938年に国家地方長官によってから授与された。主天は黄色地に青のテックの菱形をデザインした紋章を1900年頃から使用していた。これはトルフゼス・フォン・主典天家の紋章に基づいている。判明している主典天の最も古い紋章は18世紀のもので、イニシャルの ST、 鹿の角が描かれている。同じ世紀の別の紋章には、四つの星と鹿の角が描かれたものもある。ケルネンは、以下の自治体と、姉妹関係にある、シュテッテン周辺のブドウ畑ロンメルスハウゼンと、シュテッテンは、長らく農業とワイン作りを、主な産業としていた。両村の周辺には、農業や、ブドウ栽培に極めて公的な王ドや、コイパーの土壌が広がっている。 工業化によって、両地区に工業系企業が進出した。ロンメルスハウゼンは、1861年から、レムスタール鉄道の駅が設けられていたことにより、工業系企業に好まれた。ロンメルスハウゼンの北側で、連邦道 B29 号線が連邦道 B14 号線から分岐している。ケルネンは、S バーン S2 号線によって、シュトットガルト S バーン網に接続している。 ケルネン町内にはロンベルスハウゼン駅がある。この他に4つの定期バス路線がエスリングエンアムネッカー、バインシュタット、バイブリンゲン、フェルバッハとを結んでいる。これらはシュリエンツ社によって運行されている。この他に夜間に周辺の地域を結ぶ夜行バスが運行されている。2018年現在、この町の大口雇用主にはディアコニーシュテッテン、 ビリー・リッシュ GMBH、シェッター・ハウス・テクニーク GMBH がある。旧ロベルト・フリーデル GMBH のアホイ・ブラウゼ・プルファーは今ではロンメルスハウゼンで作られていない。ケルゲンにはロンメルスハウゼン地区に基礎家庭学校が1校、実家学校が1校ある。主ンには基礎家庭、本家庭学校が1校ある。主ンにはディアコニー主テ店が運営する。 精神的な障害を持つ青少年のための学校がある。テオディール・シューレでは主に重度な障害を持つ生徒が、シュロス・シューレでは軽度の障害を持つ生徒が学んでいる。後に、ノーベル文学賞を受賞するヘルマン・ヘッセは、極めて多感で、精神的に多彩な才能を持つ青年であったため、15歳の時、1892年6月から短い中断を、 挟んで10月まで両親によって当時の主徹天精神病院に強制的に連れて行かれた。彼は精神的に障害を持つ子供たちと一緒に庭で働き子供たちの教育を手伝った。ウンテレス・レムスタール市民大学 EV 及びウンテレス・レムスタール音楽学校 EV はケルネンに文庫を有している。イーブルク城跡ー,ーブルクの麓の博物館。 ケルネンには17件の自然文化財がある。このうち4件がロンメルスハウゼン、13件が主鉄店にある。約1時間で散策できるワイン山をめぐる遊歩道。ワインや栽培されているドウ酒をテーマにした知識や料理に関する情報が記載された案内板が約30枚設置されている。SPVGG ロンメルスハウゼンは年に設立され、 約1800人の会員を要している。陸上部門が最大の部門で、サッカー部門と体操部門がこれに続く。3部門ともに国内外の大会に参加している。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。